MLB ヤンキース黒田7回無失点もサヨナラ負けで7勝目ならず黒田は7回無失点サヨナラ負けで7勝目ならず5月29日黒田は7回無失点サヨナラ負けで7勝目ならずメッツに X-1 ヤンキース28日ニューヨークヤンキースの黒田博樹投手が先発し7回4安打無失点無四球7三振だった勝敗はつかず防御率は 2.39 黒田は1回に石から連打を浴びたが後続を無難に退けた6回味方の失策から招いた西二塁では素早い牽制で走者を刺したベテランらしい落ち着いたプレーでピンチをしのいだ黒田博樹投手7回4安打無失点最低限の投球はできたと思うマリアのリベラが打たれたら仕方がない彼に固くサンスけてもらっているしこれからも助けてもらうと思う黒田高騰7回0分もヤンサヨナラ負け2013年5月29日黒田高騰7回0分もヤンサヨナラ負けメッツ1ヤンキース28日ニューヨークヤンキースの黒田博樹投手はメッツ戦に先発し7回を投げて4安打7奪三振無四球で無失点勝利投手の権利を得て降板したがここまで救援失敗なしで18セーブを挙げていた守護神リベラが9回に1点のリードを守りきれず1位でサヨナラ負け黒田に勝敗はつかなかった同じニューヨークを本拠地とするメインとの交流戦サブウェイ地下鉄シリーズ黒田は初回こそ1死から連打を浴びて1、2塁のピンチを背負ったが後続を立って無失点に抑えると2、3、5回を三者凡退と全く危なげない投球を披露した味方打線が1点を先制した直後の6回は先頭打者を2塁手の失策とパスボールで2塁に置きながら2番マーフィーを中き対戦打率353と相性の悪いライト142キロのスプリットで空振り三振4番デューダを迎えた場面では2塁への素早い牽制球で走者を刺して窮地を脱した7回は連続空振り三振の後右前打で走者を背負ったが後続を中気にしとめてマウンド上で大きく息を吐いたこの日の相手先発は最速158キロの剛腕ハービーここまで5連勝中と勢いに乗る24歳右腕とのエース対決は味方のエラーから1点を失ったメジャー2年目に対し安定した投球内容で110球を投げ抜いた黒田が格の違いを見せつけた黒田博樹かっこ黒田博樹1975年2月10日は大阪府大阪市出身のプロ野球選手かっこ投手ニューヨークヤンキース所属父は元プロ野球選手の黒田和弘アメリカでも常に広島カープの試合を細かくチェックしている自宅ではカープの試合をインターネットで見られるように契約し視聴もできる環境にした現在でも広島の地方ニュースやローカルのスポーツニュースで登板事案が毎回報道されている両親もがんで失ったためがんの研究や啓発を行う活動に多額の寄付をしておりロサンゼルスのメディアに紹介されたこともある父が肺がんになった際は入院先の広島に足で通いメジャー挑戦を1年先延ばしにしたのは父の闘病を支えたい気持ちが強かったというのも理由の一つだったメジャー移籍後も広池博士大竹博士上原浩二らと頻繁にメールを交わしている高校時代西郷隆盛が自らの良い父政直に送った監視の一節雪に耐えてバイカ麗しい感銘を受け以来それを座右の銘としており2012年のスプリングキャンプのミーティングで各選手の好きな言葉として黒田が紹介したこの言葉には首相デレクジーターやジョージ・ラルビ監督も表明したという逸話がある黒田博樹38歳の成功を支える華麗の名を適応疑問からリーグ最高級の投手へ杉浦大輔2013年5月21日ジラルビ監督からの信頼ももはやれつない今やリーグ最高級の投手へと成長を遂げたヤンキースの黒田その秘密はどこにあるそれは黒田博樹が生み出した新たなマスターピースだった5月17日にニューヨークで行われたブルージェイズ戦で黒田は8回を2安打1四球で無失点合計109球で3塁も踏ませず先頭打者に2塁打を打たれて以降続く19打者を全て打ち取り続けるという完璧なピッチングで6勝目2敗を挙げた自信はない次に打たれたら自信なんてすぐなくなりますから常にビビりながらやっていますそれが良い方向に行っているんじゃないかと思います試合も本人はいつも通りにそんな謙虚な言葉を繰り返していたしかしこれで7戦連続のクオリティスタートで防御率は1点台に突入1.99防御率はリーグ2位ホイップ1イニングに出す走者の割合0.95はリーグ4位といった数字が示す通りその投球内容の重さは誰の面も明らかだ速球スライダースプリッターという3つの球種が全て良かった長いイニングを投げブルペンを休ませてくれる黒田は昨年から通じて私たちを感心させ続けてくれているブルージェイズ専門のそんな言葉が示す通りヤンキースのジョージ・ラルビ監督からの信頼ものはやれつない悪い時は悪いなりにまとめ好調時には相手を完璧に封じ込め常にイニングを稼いでくれる指揮官にとってこんなに頼りになる投手はいないだろうサイ・ヤング賞候補のように投げている2012年オフに FA 移籍直後ハイレベルなリーグ東地区しかも打者有利のヤンキースタジアムへの適応が憂慮されたのは遠い昔のことのように思えるしかし振り返ればわずか1年前さっき最初の9先発を終えた時点での黒田は3勝6敗防御率 4.56 という二流の成績だった筆者もやはり投稿が低いなリーグ西地区で守られてきた投手が通ったことを否定しないそれが今ではサイ・ヤング賞候補のように投げている ESPN コンニューヨークから評されるまでになったこれらの実績からはここ2年の黒田がいわゆる球界のエースたちと比べても遜色ない投球を続けてきたことが見えてくる長く積み重ねてきた経験が深い意味を持った一球に1年を通してそんなに甘くないまだ先は長い次の登板に向けてしっかり調整するだけその繰り返しです本人はなかなか認めようとしないがここまで来たらもうまるでも偶然でもなんでもない筆者を含め黒田はリーグ東地区への適応を疑った多くの地元メディアの見方は誤りだったさっき中盤以降の背番号18は紛れもなくリーグ最高級の投手の一人であり続けてきたと認められておいはずだ今日は自分でも考えながら投げたと思うそれが僕の強み去年より情報を頭に入れて打者を見ながら投げている17日の試合後にもそう語っていた通り黒田のこの成功の意味には台湾努力とそれに裏打ちされた適応能力があるのだろう4月30日のアストロズ戦では立ち上がりは制球なんで3回までに4四球を与えたが4回以降はセットポジションからの投球に活路を見出した今季早くも3度目の対戦となった17日のブルージェイズ戦ではこれまでと違う握りのスプリッターを有効に使いホセバチスタエドウィンエンカーナシオンらを中心としたパワー打線を空転させた年を取ることは恥ではないんだよかつてそう語ったボクシングの世界ヘビー級王じゃないかな華麗なアドバンテージにもなり得ることは実際に黒田のピッチングを見ているとわかりやすく伝わってくる長く積み重ねてきた経験が深い意味を持った一球一球に繋がっている打者に関する知識洞察力マウンド上での落ち着きないように不祥事も大崩れすることはない球数に記憶があるようにはしている彼は25歳じゃないんだからねまるで25歳であるかのように振る舞っているが年齢を忘れてはいけない17日のブルージェイズ専門にジラルビ監督が指摘していた通り38歳であるな故に夏場に向けてスタミナへの懸念が残るのは確かだろうその一方でまるで伸び盛りの25歳のような向上への意欲を秘めたエース1の子供にさらに大きな期待を寄せずにもいられないオールスター先発候補の可能性だってもうゼロではないこのまま順調にいけば今季はメジャー6年目にして初めてのオールスター出場の夢も膨らむ話題性にはかけるだけに本命とまでは言えないが地元ニューヨークのシティフィールド開催だけに救援の大舞台で先発候補となる可能性だってもうゼロではないはずだ成長を続ける大ベテランが迎える2013年夏黒田にとって渡米以来最も熱い季節になりそうな予感が濃厚に漂ってくる悟る黒田地元メディアの絶賛は気にせず2013年5月20日黒田地元メディアの絶賛は気にせずヤンキースの黒田博樹投手は19日日本時間20日次回登板予定の22日同23日のオリオールズ戦に備えてブルペン入りした2日前に先発したブルージェイズ戦では8回に安打無失点で6勝目スプリットの握りを浅くし球速を落としたことが好結果につながったな使う予定ですけど試合でダメなら変えないといけない時にはしっかり腕を振って早めに投げる今の状態なら変えられると話した今季はここまで6勝2敗防御率 1.99 はリーグ3位ホイップ1イニングに出す走者の割合 0.95 は同様に抜群の安定感を誇る地元メディアも絶賛しているなそう思ってしまうと明日から練習しなくなると黒田人間なんで当然悪い気はしないですけどここニューヨークのメディアは打たれ出すと手のひらを返す去年の4月5月なんてとんでもなかったその怖さも知っている時を引き締めていたリーグ屈指の支配力イコール黒田にエースの風格で大リーグ2013年0月18日リーグ屈指の支配力イコール黒田にエースの風格で大リーグブルージェイズ戦で6勝目を挙げたヤンキースの黒田イコール17日ニューヨークニューヨーク時々で大リーグ
ヤンキースの黒田博樹投手、38月11日のブルージェイズ戦で8回に安打無失点と好投し、チームトップの6勝目を挙げた。先発投手の評価の目安となるクオリティスタート、6回以上、投げ実績点3以内はこれで7試合連続。防御率も1点台、1.99 に突入し、エースと呼ぶにふさわしい活躍を見せている。頼れる腕を示す数字がある。その一つはチームが負けた次の試合でゲームをきっちり作っていること。今季は公式登板が6度あって4勝2敗だが、いずれも実績は3点以内。2連敗で迎えた11日も、きっちりと勝利をもたらした。3本柱の一角であるベティットが故障者リストに入り、大黒柱のサバシアも本調子ではない中、周囲を安心させる行動。黒田は意識はしていないが、結果的にそうなっていることに充実感があると控えめに喜んだ。試合を支配する能力も群も抜く。7回以上投げて無失点で降板したのはさっきから数えて9度。この2シーズンの合計ではマリナーズのヘルナンデス、ドジャースの川翔投手と並び、大リーグでトップとなる。ジラルビ監督の信頼は厚い。彼に関して心配するのは球数だけ。25歳のような投球をするから、年齢を忘れないようにしなければ、スター集団の輝きに隠されることもなく、リーグ屈指の実力者としての地位を固めつつある。黒田、快調な前半戦イコール名門の先発陣支える米大リーグヤンキース。黒田、快調な前半戦イコール名門の先発陣支える米大リーグヤンキースの黒田博樹投手、38が快調に白星を積み上げている。4月に米国6年目で自己最多の4勝を挙げ、5月もすでに2勝、6勝2敗、防御率 1.99 の好成績でリーグ東地区首位を走るチームを牽引している。特に最近4試合は最低7回を投げ、計4失点と好投続き。地元メディアからは早くもサイヤング賞、最優秀投手賞候補との声も上がる。黒田は、自分がトップ投手とは一切思わない。いい時は持ち上げてくれるものと冷静だな。打者の情報を頭に入れた投球が去年よりできている。とても対応を口にする。ヤンキース先発陣は、大黒柱のサバシアが本調子でなく、通算249勝のベティットが故障で離脱。マイナーから昇格したばかりの投手を先発させなければならない状況で、黒田の存在感は増している。エースの重責を背負うサバシアは広、黒田は信じられないくらい安定している。彼がいてくれるのは大きいと話す。以前は好投しても味方打線の援護に恵まれない試合が多かったが、今季の登板試合は打線が平均約5点を叩き出している。無駄な四球を出さず、常にイニングをスムーズに進めるというのが、攻撃のリズムに繋がるんじゃないかと黒田。野手陣との好循環も生まれているようだ。2013年5月20日、サンケイスポーツ5月29日水曜。MLB 黒田は7回を投げ4安打無四球7奪三振で無失点。1号4打数1安打。ヤンキース、リベラが打たれ逆転サヨナラ負け。NYY1-EXNYM。黒田は7回を投げ4安打無四球7奪三振で無失点。1号4打数1安打。ヤンキース、リベラが打たれ逆転サヨナラ負け。NYY1-EXNYM。黒田、7回無失点も7勝目7球回サヨナラ負け。米大リーグ。ヤンキースの黒田博樹投手、38は28日、日本時間29日、敵地で行われたメッツ戦に先発登板、7回4安打無失点の好投で勝利投手の権利を持ったまま降板したが、抑えのリベラが逆転を許し今季7勝目はならなかった。一郎が野手、39は6番右翼で先発出場し4打数1安打、チームは1対2で9回サヨナラ負けを喫した。ヤフー、ニュース、サンスポ、黒田の勝ち消しが負け、黒田、投球回数7投球数111安打4奪三振7吉90吉90失点0自責点0本塁打0防御率 2.39、すごすぎるだろ黒田、マジで化け物すぎる。黒田、何この広島、相手投手が良かっただけに黒田に勝ちつけたかったな、打たれたリベラが悪いのは悪いんだな、ここまで大活躍だったから、攻められん、完璧な仕事なのについてないな、リベラってあのリベラ、安定感あるな、黒田、リベラはジャッジに恨みでもあるんかーひどい、あの牽制士でチーム全体の気が抜けた、リベラ早速引退しろ、とりあえず黒田も一郎も頑張ったみたいでほっとした、黒田とハービーの投げ合いでいい試合だったのに、一郎とかマジで水差し野郎だわ、早く引退してくれ、早急リベラ、リベラを叩くゴミは消えろ、リベラの初失敗が黒田とは、残念、7回無失点で勝ちを消されたんだな、黒田はついてない、あのハービーから勝ちをもぎ取れると思ったのに、この打線じゃプレーオフ無理、まさかリベラがワンアウトも取れずにサヨナラとはね、それまでがしまった良い試合だっただけに悔やまれるな、足なしで防御率 2.3 で満足できない贅沢、前と優勝リングをこそぼろするためだろ W、たった一度の救援失敗で、鬼の首を取ったと、責任転嫁しているゾン、クソ OPS 評価のリベラ叩きは醜いな W、じゃあそれお前だけだ、マイノリティで嬉しい、黒田は HQS、7回に失点以下して勝てなかった試合がすでに3つとか可哀想すぎる、11回先発して3回も好投で勝てないってやっぱり運がないよな、かといって黒田が早く降板した2試合とも負けを消したりできるわけでもない、なんで今日やねんリベラちゃん、黒田はあの6回のピックオフプレーは見事だった、あとはバッチングだな、ロッドに続き飛んだ大通り契約だったよな、一郎は、黒田ちょっとおかしい、前回のは不運だっただけでコンディション普通ならよりもサイヤング候補すぎる W、カノーとハフナーとウェルズの調子が悪いんじゃ点入らんわ、連勝中はこの3人が打ちまくってたからな、ITP の投球を見てポストシーズンモードだったな、黒田、ダルにはこういう投げ分けができない、一郎通過ランクス打線がダメすぎるだろ、メジャー見るようになって、メッツのハービーを初めて見たけど早いね、評判通りのいい投手、今日は黒田は勝ちがないと思っていたので、0点は立派。リベラって誰だよ日本の英雄の勝利を消しやがって、42とか不吉な番号をつけてるからダメなんじゃね、やめればいいのに、負けた W、あのハービーって言うけど投稿が低くもなリーグであの成績って相当ひどいぞ、野球部ただま、黒田と曰くまはすげえな、イラン人も頑張れよ、リベラあの場面でまさか補欠が牽制死するとは思わなかったよ、あの補欠のせいで準備が間に合わなかった、最後の一郎の研究で全てが終わった W、7回無失点で勝ち星つかないとかかわいそすんだろ、今日は黒田の日なのにこんな日まで無理やり一郎叩きに持っていくから、誰も相手しないんだよな、バカンチ、岩隈は不倫してから一気に綺麗になった。黒田はいつ見ても無失点でほんと素晴らしい。勝ち星や奪三振よりも防御率が全てだからピッチャーは、ガードナー叩きのお前が言うのかよ。リベラもよりと並みに勝ても、いや、マジであの牽制士は流れを変えたプレーだよ。打者もあれ見てやる気さくなれてあっさり三振。そしてその裏にさよなら、今すぐ引退ってできないの。アメリカはそういうのできるよね。お前は盗塁したことある。スタート切るのって難しいんだね。防御率が良ければ契約できないことはないからな。問題は黒田のモチベーションだけやね。黒田はもちろん、リベラも相手の力投、失点はエラーもあって、誰が負けても残念なゲームだったな。これぞ黒田だな。昨日一丁が湧いてるな。サヨナラの原因が一郎か。バカじゃねえの。追加点が欲しい場面で下位打線が続くんだからアウト1個でも大事にして、なんとか上位打線まで回るようにするべきだったな。一郎自身もやっちまったなって顔してたからコメントで触れるだろう。多分、今週も日本人投手は勝ち星伸ばせんかったな。誰はともかく黒田と岩隈は十分に勝利に値するナイスピッチングだった。下手なんじゃなく自身の衰えを自覚してないのかもしれん。一郎叩きはちゃんこの中京の島だ。さすが黒田エース格の貫禄。三振しか取れない誰かっこ、まない。ボテボテのショボゴロで内野安打。盗塁失敗して挟まれ軽くアウト。黒田残念。7回、無失点。被安打4、四死球0。の割には球数111はちょっと多いかな。できれば109以内にしたいな。この調子なら90球前後くらいにできるはず。球数だけ抑えればあとは問題ないな。一塁一塁一をヘッドスライディングできるようになったんだぞ。黒田は優勝したいという夢があるから防御率さえ良ければいいとは思ってないだろ。どうでもいいけど伸び伸び率相当落ちてるな。四球こじきっぷりは相変わらずだな。来年また黒田のギャラになる。立ち上がりで球数を増やしてしまったのが残念だったな。2回以降はいつもの黒田に戻って淡々とバッターを切り捨ててた。味方の守備のミスもあったからな。カノーがきっちり取ってアウトにしてればあと10球くらいは少なくいけたかも。まさか絶対的守護神に勝ちを消されるとは。これは大変に黒田にはかわいそうなゲームだよな。勝ち星が吹っ飛んだのか。黒田も食われずか。パッとしないのは確かだな。相変わらず一郎叩きすごいな。黒田の高騰、全く食われず終わるでと。塁上でちょろちょろして後続打者を煩わせた姉くに牽制し、選手に敵にしニューヨークの記者はそんな例えでいいのかよ。本当なら黒田は優勝はしてるな。ヤンキースの打線がしょぼすぎる。前回大量失点されたから心配してた。この結果はすげえ嬉しいわ。願わくば勝ってほしかったけど、まあ、これも含めて黒田だ。
NHK は岩隈の先発を中継しないで韓国人の先発試合を中継するんだな。岩隈を応援している東北の主催者もがっかりだろう。アメリカで最もすごいアジア人は、って聞くとみんな飽きって答える。一郎の牽制師で流れが変わるはずないだろ。初戦のボストン戦も前回の指足を怪我しなかったら QS できた可能性高かった。今年の黒田は粘り強いし、広島というプリズムで鍛えられた黒田にとってはなんてことない悲劇だ。根性野球の名のもとに潰し壊されていったあまたの英霊たちの犠牲は、打線は相当苦しいが、四球を選び始めるとヒットが減る。四球を減らしてでもヒットを打ってたってこと。アンダス打って、三振よりはるかに過大評価指標だろうな。最低でも8勝ぐらいはしてないとおかしい。今日も8回1失点、かっこ、自責はついたけどエラーなのに、前の9回1安打無失点の循環前で勝ち負けなしとかやってたしかわいそう。打率が低くて出塁率が高いやつなんていくらでもいるでしょ。もっとも、一郎の場合は打率やりイコール出塁率というタイプだけど、今日、DS でエンジェルスバスドジャース放送してたんだな。日本人っていたっけ？川崎でさえ出塁率が3割を超えているから四球を局面まで減らせば、ちょい選手でも3割打てる。一郎、次の黒魔術の餌食はガードナーかウェルズか。ふふ、その時こそ俺のレギュラーの座は安泰。不敵な微笑みを浮かべる一郎であった。彼の敵は対戦チームではなく味方、特に外野手のようだ。一郎は去年、打率、出塁率というよりは一時期やってのけたことがある。ヤンキースでも広島でも憎められる黒田だから、仕方ない無縁、成り立つのかそれ。一郎ってこの状態だと来年契約買取みたいな感じで来るかな。ダルビッシュ3歳ヤング賞待ったなし、まあ誰もいないから意味ないけど、本当在日に仕切られているんだね、NHK って。まあ今日は明らかにリベラ泣かす、成り立つ。例えば岐阜は出塁率が下がるし、確かシーズン半ばくらいだったと記憶している。逆じゃないか。黒田先発の試合は一郎外してほしい。それが事実なんだよ。打率より出塁率が低い時期があった。ヤンキース一郎は三塁だ。そう、おさんで活躍の敗戦。2013.05.27。ヤンキース一郎は三塁だ。そう、おさんで活躍の敗戦。ヤンキースの一郎が野手、39敵地でのレイズ戦に7番右翼で先発。4打数1安打で打率を244とした。試合は3対8で敗れた。8回1失から一郎らしいバッティングと足を見せた。相手先発のコップにカウント1対2と追い込まれた後の4球目。低めの球を強く打つとセンター前へのライナーとなり、全身ライディングキャッチを試みたジェリングスがワンバウンドで攻撃。これを見た一郎は1塁ベースで前でギアを上げ、3塁だとした。故障から復帰したばかりのグランダーソンが野手が24日に支給を受けて左手小指を骨折。再び1ヶ月以上、故障者リスト入りすることが確実となり、チャンスが巡ってきた。ここでどこまで結果を出せるかな、正念場となっている。悪の帝国ヤンキース、マンシーとコラボで英国進出か。悪の帝国ヤンキース、マンシーとコラボで英国進出か。世界屈指の金マンプロスポーツチーム同士による連撃コラボは、スポーツの世界地図を大きく塗り替えるきっかけになりそうだ。レイ、メジャーリーグの名門ニューヨークヤンキースと、A、プレミアリーグの強豪マンチェスターシティ、マンシーが、共同で新たなプロサッカークラブ、ニューヨークシティ FC を設立する構想を発表した。早ければ2015年にもアメリカのプロサッカーリーグ、MLS、レイ、メジャーリーグサッカーに参戦する。5月25日には、ヤンキースの本拠地ヤンキースタジアムで、マンシーとチェルシーの親善試合が行われた。2009年にオープンした現スタジアムは、サッカーの試合もできるように設計されたとも、先日現役引退を発表したデビッド・ベッカム、元ロサンゼルス・ガラクシーなど活躍もあり、近年世界的に注目度を増している MLS。長年サッカー不毛の地と言われていたアメリカだが、近年は子供たちの間でのサッカー人気を受けて、サッカー競技人口が激増しているとも言われる。ヤンキースとマンシーのコラボは、アメリカでのサッカーブームをさらに加速させることは間違いない。欧州進出を目論む MLB の思惑。アメリカのサッカー市場開拓、ヤンキースのサッカー界進出といった文脈で語られている両クラブの提携だが、その一方でトラシタンとヨーロッパ市場開拓を目論む MLB の思惑も垣間見える。MLB は2000年頃から国際市場の開拓に重しを入れている。選手の国際化、今季開幕時点で、メジャーリーグ全選手の 28.2% がアメリカ以外の国で生まれた選手やインターネットメディアの発展により、日本をはじめ多くの地域で MLB はぐっと身近な存在になった。日本やプエルトリコではすでに公式戦が開催されているほか、3月の WBC でベスト4進出を果たしたオランダでも、早ければ2014年に公式戦が開催される見込みだ。欧州の野球強豪国として知られるオランダやイタリアに比べると、サッカー発祥の地イギリスでの野球人気はまだまだといったところ。しかし、共に世界最高峰のプロスポーツリーグであるプレミアリーグと MLB は、すでにマネジメントレベルでは深い交流がある。例えばプレミアリーグでは2000年代後半、移籍金の高騰などによりクラブの破産が相次いだ。経営改善を迫られたプレミアリーグはこの時、チーム数や戦力バランスを規制で管理してリーグ全体の安定経営を目指す MLB 式マネジメントにヒントを求めた。またマネーボールで広くように広まった。データ分析をチーム編成に生かすセイバーメトリックスの手法もプレミアリーグに輸出され、野球と違いデータが少ないため客観的な評価が難しいとされていたサッカー界に新風を吹き込んだ。5月17日のヤンキース対ブルージェイズ戦では、元フランス代表で現在マンシーの育成発展部長を務めるパトリック・ビエラ氏が始球式に登場した。後ろは黒田博樹、今回マンシーと手を組んだヤンキースも、以前から北米での人気の高まりを予想し、過去にはマンチェスター・ユナイテッドと業務提携したほか、所有するテレビ局でアーセナル戦の放映もしていた。それはサッカー界への進出と同時に、ヤンキースというブランドを世界に散らしめていく活動でもあった。ヤンキースにとってマンシーとのコラボはサッカー界への本格参戦を意味するが、もう一つの狙いはズバリイギリスでのヤンキース戦開催だろう。事実、ヤンキース球団社長のランディ・レバイン氏もすでにマンシーの本拠地であるエリハドスタジアムで公式戦を開催したい意思を示している。イギリスにおいてサッカーは昔も今も労働者階級のスポーツである。良くも悪くも暴力的ではないイメージがつきまとう。一方のヤンキースは圧倒的な資金力にものを言わせた強引な球団経営から悪の帝国と揶揄される傍ら、ヒゲ頭髪禁止、遠征時のドレスコードはスーツなど MLB で最も紳士的な球団イメージでも知られる。ニューヨークの球団らしいヤンキースの洗練された世界観はイギリスでは何にも新鮮味を持って受け入れられるかもしれない。